東北電力サッカー部はかつて存在した社会人サッカーチーム。東北電力のサッカー部として1988年に創部した日本プロサッカーリーグ加盟のベガルタ仙台の前身となったクラブである。なお、東項目ではベガルタの前身のブランメル仙台についても記載する。東北電力サッカー部の本拠地の一つであった宮城。 陸上競技場1988年8月に東北電力のサッカー部として発足。東北社会人、サッカーリーグへ昇格。リーグ戦は9勝2分3敗の成績。優勝した NEC 山形サッカー部に勝ち点8差をつけられたが、元日本サッカーリーグ所属で前年リーグ2位の TDK に勝ち点3差をつけて2位に入った。また、 全国社会人サッカー選手権大会に初参加し、三菱化成黒崎などに勝利してベスト8に進出した。東北リーグは8勝3分3敗の成績で2年連続の2位。前者は準々決勝で初戦で日本伝送に敗退。初参加となった全国地域サッカーリーグ決勝大会は、PJM フューチャーズや YKK と同組の グループ B に入ったが1分に1杯の成績でグループリーグ敗退。東北リーグは11勝2分に1杯の成績ながら勝ち点3差で3年連続の2位。前者は準決勝で横川電気に敗退したが過去最高のベスト4の成績。地域決勝に進出はしたが1分に1杯の成績でグループリーグ敗退。なお、この年に天皇杯の東北予選を突破して本戦へ。 初出場。一回戦で、山陽電気スモトを破り、初出場初勝利を飾った。また、宮城県知事や、財界人が、北起人となり、東北に J リーグチームを設立する懇談会が11月に、設立された1月、東北に J リーグチームを設立する懇談会が、東北電力サッカー部を母体として、新クラブを発足させる方針を決定。三月、東北電力が、 東北に J リーグチームを設立する懇談会による申し入れを了承した。東北リーグは13勝1分の成績で2位の福島 FC に勝ち点6差をつけて初優勝。前者は1回戦で日本伝送に敗退した。10月7日、新クラブとなるブランメル仙台の運営会社として株式会社東北ハンドレッドが設立され。 仙台 CATV 社長の佐々木茂が代表取締役に就任した。10月24日までに東北電力サッカー部に所属する選手全員がブランメル仙台に参加することが固まった。11月1日、ブランメル仙台が正式に発足し、初代監督に鈴木武一が就任した。なお、プロ契約は鈴木武一及び選手権人コーチの鈴木厚氏のみで、 残りの選手は東北電力社員のまま参加することとなった。1月地域決勝に参戦し、NTT 九州などと同組のグループ B に入り、2002勝の成績でグループリーグを突破。決勝ラウンドも2勝1敗の成績で優勝し、同年からジャパンフットボールリーグへ昇格した。JFL 昇格当初は特に V 川崎の選手を補強しチーム編成したが、 16、チームによる2回戦争当たり形式のリリーグ戦で、仙台は勝ち点27の15位。なお、2度目の出場となった天皇杯の1回戦で、ジェフユナイテッド市原に勝利した。また、当時のホームスタジアムだった宮城県サッカー場及び、宮城野原公園総合運動場宮城、陸上競技場にはナイター設備がなかったため、平日のデーゲーム開催も行った。 なお、この年に J リーグ巡回員として承認された6月、泉区七北田公園内に仙台スタジアムが開設。リーグ戦は勝ち点40の8位。また、ナビスコハイに初参加。J リーグ勢3チームとグループリーグ戦を戦うも、1分5敗の最下位。J リーグ2部制開始を翌年に控える関係で、JFL はこの年をもって終了。 JFL リーグは勝ち点43の7位に終わり、J1 参入決定戦への出場はならなかった。ナビスコ杯はグループリーグ4戦全敗で敗退。天皇杯は3回戦で横浜マリノスに勝利した。なお、健康食品メーカー、ジャパンヘルスサミットとユニフォームスポンサー契約を締結。同社の商品名、カニトップがユニフォームの胸部分につくようになった。 クラブは1999年により J リーグへ正会員として加盟して J リーグディビジョン2へ参加同時に商標権の関係よりチーム名をベガルタ仙台へ解消したジャパンフットボールリーグ時代最多得点試合最多失点試合最多連勝最多連敗通算最多試合出場通算最多得点シーズン最多得点ハットトリック 最多観客動員試合最小観客動員試合、ありがとうございます。